なんでこれで、あとそもそも今撮ってるから、はこれはこれで見やすいですね。そうなんですよね。システム出来上がってますね。はい、もうかなり安定して。こんにちは。本日も散財小説をご覧いただきありがとうございます。西田さんです。あ、どうも、西田渡るです。いつもありがとうございます。あ、じゃあお邪魔しております。あ、すいません、一応、キヤノンライカあたりの、ね、カメラを、紹介しているスチルの方メインでね、紹介しているチャンネルをやっております。西田渡ると申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回も、まあ、前回ここはあの伝説の、僕は西田さんにこの FX30 を買わされる羽目になった。 それは侵害ではあるんですけど。はい、まあ、一応ね、一応まあそういうことで、ね、もう、まあ、でこの子あれもでも2ヶ月、もう2ヶ月は聞かないですね。去年の年末でしたっけ。いや、どうですかね、これが出たばっかりぐらいになんか持ってきた感じがするんですよね。出たばっかりで FX30 は、まあ、そこからも何度かあの対談的な感じで。そうですね、もうかなりお邪魔してます。ありがとうございます。いろいろさせていただいて、で、まあ、今日はここに初心でここに戻って、ね、またちょっとランチタイムでバタバタしてて申し訳なかったんですけど、いえいえ、さっき対談を西田さんのチャンネルの方でさせていただいて、はい、もうそれ先に多分出てます、ね、そうですね、はい、前日に出ていると思います。前日前々日に、はい、はい、で、まあ、ちょっとそこで、ソニーの ZV-E1 の話とか、うん、ライカの新製品の話とか、うん、ちょっとそこら辺の、まあ、買ってもいない、使っても、E1 手にはしました。されてない。完全に好き放題言ってる。やばいです、やばいです。ガヤ的な感じ。一番怒られるパターン。はいはい。だから話半分ぐらいな、うん、全く触ったことのない人の、まあ、当てにならない話をして。そうです、そうです。で、まあ、でも噂話で楽しんでてっていうのをさっきさせていただいて。はい、僕の方は、だから、まあ、ちょっと今日はですね、ある意味、その動画はこの FX30 で撮られてたんで、うん、まあ、一つは、レッドのコモドで、ここ今日はレニを撮ってるんで、ね、まあ、ちょっとこれで撮った絵との、まあ、ある意味サイドバイサイドしか、そうですね、これとこっちってね、はい、確かに感じのが、まあ一つ撮れればいいかなっていうのと、うん、あとですね、ちょっとこれなんか仕込んできましたんですけど、デデン、届きましたか、はい、これはもしや届きました。ちょ、未開封の状態で。あ、未開封で、はい、これですね、ちょっと開けていいですか。はい、ででーんと、やば、じゃじゃーん、やば、ステマみたいになっててドキドキする。完全にあれですけど。はいはいはい、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。先日西田さんが、ま、西田さんと奥様の、そうですね、妻の写真集ですね、はい、写真展ちょっと僕もお伺いできなくて、いえいえ、残念だったんですけど、写真集が出て、ええ、これどのくらいのペースってちょっとおかしいですよね。結構やばいです。僕も1日 YouTube 2本配信してるんですけども、こっちのゲイズっていう写真集に関しては3ヶ月に1冊ずつ、ついこの間ご購入いただいてましたもんね。そうそうそう、だからいる間に2冊、はい、まさかのっていう、購入させていただいたんで、まあ、こちらは奥様の方の写真集で、ええ、ですけど、ちょっとこちらの方にあれ、じゃじゃん。ちょっとサインを、いいんですか、はい、いただきたいなと思いまして。じゃあ後ろの方とかにしよう。すいません、本来サイン会とかでちゃんと行って、いや、とんでもない、やらなければいけないものなんです。すいません、なんかお気遣いいただいて。いえいえ。ありがとうございます。じゃあこちら失礼します。生サインいただきました。こんな感じでよろしいでしょうか。いただきました、ありがとうございます、はい、目的達成です。なんとお気遣いいただいて。いえいえ、ちょうどちょうどなんか今回2日間ぐらいちょっと都内に戻ってきて仕事してたんですけど、玄関バチャン出ようと思ったらポストにこれがちょうど来てて、結構神タイミングでしたね。そうです、だからああと思って開ける間もなかったんで、今まさにこのままカバンだけ入れて、そうだったんですね、でチャンスがあればと思って。いや、ご購入いただくだけでもあれです、あれなのに、ありがとうございます。いえいえ、本当楽しんで、前回のやつもやっぱりなんかすごいこう
本当におこがましいですけど、最近は僕も自分の YouTube で、今日のライカみたいな感じで、素敵ですよね。写真を毎日5枚、なんか最後の YouTube の最後につけるっていうのをやって、まあでも結構なんだかん続いてるんで。いや、めちゃくちゃ続いてると思います。もう僕が知る限りで2ヶ月ぐらいは。そうですね。おそらく。だから。だって、年明けぐらいに Twitch ってされてたじゃないですか。夜生放送みたいな。あれで僕も何か書き込みさせていただいて、1日、なんか5枚ずつぐらい撮るのどうですかっていうご提案をさせていただいた気がするので、もうかれこれ3ヶ月以上はすごいですよ。ある意味3ヶ月毎日絶対使ってるカメラってあ、それやばい、ね、いう意味ではやっぱり Q2 のその気に入りっぷりは筋金入りだなと思ってて、あと乱暴な言い方すると下手な写真家よりも写真撮ってますからね。ああ、最近はだって写真家って言っても毎日撮らない人だっていますよ。うん、そういうことだと僕は思ってるから、なかなかそれこう技術が伴わない。いや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 、結局継続なんですよね、全てはね。ただなんかそのこれに結構悩みで、こう前回もお話したんですけど、その何も頭を使わずに撮るのはやっぱりあんまりうまくならないなと自分の中でも反省してて、でも僕は体に染み込ますっていうのが重要だと思ってて。本当ですか。わけわかんないでも素振りっていうか、あの野球の素振りで剣道みたいな素振りしないじゃないですか、はい、それと一緒でこうやって撮っておくこと自体が、これ自体が逆に言うとそこは自分の型になっていくというか。僕結構何事に関しても、まあちょっとそこが理屈っぽいのかもしれないですけど、なんかこう頭使わないで撮ると本当にゼロで、ただ作業だけしちゃうから。まあ、ゼロに何かけてもってとこですね。なんで、こう、ちょっと、で、写真、今日のライカやり始めた最初の頃は、ちょっと、時間的な余裕もあったことがあって、結構一個一個丁寧に撮れる時間があったから、あ、ここではこういう構造を意識したらいいのかなとか、それがこうどのくらい作品に反映されてるか別にして、自分の中ではなんかちょっと成長してる感を毎回得てたんですけど、最近結構なんか流して撮ってるじゃないけど、なるほどね、なんかもうバン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 撮っちゃって、まあそれはそれでいいやと思い始めてるんですけど。でもあの辺サンフランに帰る前とサンフランに帰った時の雰囲気とか、あの辺とか結構刺激的な、ご自身も何かこう自分の視線みたいなのを狙ってるなっていうのは非常に感じましたよね。そう、あの頃まではそういう意識があって、でつい最近はもうちょっとバタバタしてあまりにも余裕がないので、しょうがないですよ、やばい今日あと5枚撮んなきゃ3枚撮んなきゃ宿題みたいになって結構やっちゃうんで、なんかそれはこう、日々の中でいいのかなと思いながらやってたりはするけど、まあでもやっぱり続いてはいるので楽しいので。いや、僕の動画でも話しましたけれども、やっぱりご自身の Vlog があってそこの保管するっていうところに写真っていうものを見つけたっていうのが、逆に言うと、いや一番持続する続く形式っていうか、最適化が図られたんじゃないかなっていうのは見てて思いますけどね。やっぱりそもそも僕もなんか結果気づいたらガジェット紹介散財 YouTuber みたいなポジションになって、もう自分も半分自虐的に受け入れちゃってますけど、でも本来やりたいのは日々の生活の中で本当にいいものは使い続けてるでしょっていうところを、なんかその1回のレビューでなんかっていうよりは、毎日の中で残ってるもの絶対いいものなんです。間違いないですね。だからそこ、例えば今のこのファーウェイの時計とかにしても、そのなんかこれここにこうイヤポッツみたいなのが入ってみたいなやつなんですけど、結局レビューで一発でやっていい悪いっていうよりは、今ここまで使ってることが結構全ての説得力な気がして、なるほどね、確かに確かに、メガネもそうだったりとか、だからまあなんかそういう意味では Q2 の良さはなんかそういうところで、あの自分としてはもうどんなに口でいいよっていうよりも間違いないですよね。出てる毎日撮ってるってよく考えたらすごいなと思って、確か1月今年の年明けから始められたと思うんですけど、もう3ヶ月以上ぶっ通しで写真を毎日撮ってる行為っていう、それマジすごいですからね。いや結構本当にやばいっすよ。僕でもちょっとかなわないかもしれない。 YouTube 毎日撮ってるけど写真は意外と落ちてるから、撮るときはがっつり撮りますよ、仕事っていうか写真家なんで。それはすごいと思う、よく考えたら。まあ本当に楽しくはなって、最近そのノルマっていうよりはもうそのだいぶ割り切ってスナップはスナップでいいかなっていうのも出てきたんで、まあよくはなってはいますけど、まあなんでちょっと、まあさっき西田さんの側の本当対談でっていうか今日風がすごいんですよね。すごいですよね。これ撮れてんのかな、これ一応ピンマイクはしてるんですけど、ね、僕もさっきちょっと心配でありますけど、この間の渚さんと対談させていただいた時は
実はピンマイク、あれすっごい狭い部屋で撮ってて、あれそうだったんですか、喋ってても、もう反響音が自分でその場にいて反響音がガンガン分かるぐらい、ハウルぐらいな感じだったんですか、そう、すごい狭かった、もうあの通路で、あの板場の通路みたいなところ、うん、両方がこうハードな、硬い壁に挟まれた通路のところに無理やり超広角だから置いて、なるほどね、あの片側はもうカメラの後ろは壁みたいなところで反響してる、ね、なんとかボードみたいなのがありましたもんね、はい、あってところで撮って、だから渚さんにも絶対ピンマイクじゃないと反響して撮れないって言われて、あピンマイクしてたんですけど、あまりにも久々に使ったら、マイク電池切れてて、あり得るんですね、そうで、ワイヤレス号が結局このジョビーのマイクであの場撮ったんですけど、うん、でもあのダヴィンチの音声分離がその反響音にも聞いてくれてて、それすごいですね、オリジナルでやったやつは結構ハウリングじゃないけどその反響してて聞きづらかったんですけど、あのいい具合にまあ反響してる場所で臨場撮ってるんだろうなぐらいの臨場感によく解釈すればなるぐらいになってて、やっぱその位相っていうんですか、あのここは聞いてるんでしょうね、うん、いやあのいやでもダヴィンチのあれがすごいんじゃないですか、やっぱ AI、うん、なるほどね、あダヴィンチか、はいはい、ダヴィンチ側のやつがすごかったですね、そうでもあの時にだから痛感しました、西田さんが究極のメンテナンスは毎日使うことだみたいな、あそう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 ことも、うん、あのね西田さんのサブチャンネルを僕多分めちゃくちゃ見てるだって俺語録結構、はい、結構俺語録覚えていただいて、なんか光栄すぎて逆に恐縮すぎるっていうか、いやだからあれも不思議で、うん、あの僕最近車で通勤がすごい多くて、通勤とか移動が多くて、なるほど、でポッドキャストと、まあ、YouTube を大体移動中に聞くんですけど、まあ、あの YouTube は絵は見れないじゃないですか、そうですねどうしてもね、そうだからそのポッドキャスト的に、聞ける YouTube のチャンネルがある程度長くて、そこそこの尺でね、そうで音が聞きやすくて、うん、安定して、で、まあ、映像は別に見なくても、正直申し訳ないですけどあんま映像は見えてなくて、うん、僕もそれで狙ってますからね、狙い通りなんですよ本当、ポッドキャスト代わりに耳だけお貸しくださいっていうので、うん、なんかコンセプトでサブチャン運営してるから、まあ、それで結構拝見してて、うん、おーおーそうですそうですとか言いながら、そのやっぱり毎日使ってるとほとんどある意味メンテフィー、まあ、車とかでもそうですよね、そうなんですよ、ちょっとの違和感を感じれるじゃないですか、うん、僕も M11 そうなんですけど、ここのダイヤルが1年使ってあるタイミングでちょっと違和感を感じたんですよ、うん、そしたらこれは明らかにおかしいっつって、うん、ライカ持って行っても、いやこれはまあ常識ないないって言うんだけど、いや違うっつって、うんうん、金払ってでもいいから変えてくれっつって変えてもらったりしてるんですけど、うん、まあ、結構そういう肝の部分ってありますよね、アクセル踏んでいやこれちょっと硬えぞとか、うん、ブレーキちょっと甘くなってきたなとかっていう、なんでちょっとそれをちょっとピンマイクでも通過します。これ毎日をあのワークフローでやってた時は絶対ここに、ね、バッテリー切るとかはなかったんですけど、そうなんですよね、うん、だからバッテリーもここにこうして行くときは絶対抜いてここに入れてっていうフローが、うん、ルーティンが出来上がりますもんね、ですよね、そうルーティン崩すのが難しい、やっぱり毎日使えるっていうのは結構キーワードかなって最近思ったりはし、ね、あと結構あるあるでガジェットを歌ってる YouTuber っていうか、まあ、ガジェット紹介してる僕らもそうですけど、カメラとかもその人たちが1年間本気で使ったカメラって本物ですよね、うん、本物ですね、うん、でドリキンさんだったらそれこそ今3ヶ月まるっと使ってる機種やし、僕もこれ M11 って1年まるっと使ってますからね、うんうん、今も延長線上で使ってるし、これも出てからずっと使ってますし、うん、FX30 か、うん、なんかちょっとそういうなんか新しくはないんですけど、ちょっとこうそこら辺の見方が重要になってくるかなっていうのはちょっと出てきました。なんでしょうね、長く使えるものっていうか、どの辺が一番肝だと思います、やっぱ所有欲とか、例えば使いやすいユーザビリティとかユーザーインターフェースとか、うん、だからなんかまあね、そこは本当に僕もでもライカの所有力とか質感っていうのは、うん、絶対一つ大きな要素にはなってるんで、要素ありますよね、うん、やっぱりなんかこう持ってたいっていうか、う、ね、持ち歩きたいって思わせる、うん、だデザインの力がやっぱりここに来て出てきてるな、効いてるかなやっぱり、うん、で出てくる絵自体も間違いのないものだったりするから、ね、なおのことなんですよね、うん、裏打ちされてるっていう か、どれか一個じゃ絶対実現できないんですけど、うん、デザインだけではもちろん絶対ダメなんですけど、わかるわかる、本物の実力の上にさらにこう質感とかデザインが伴ってるっていうのはちょっとでかいです、ね、そうですね、ね、いつね、先ほども話してましたけど、絶対安心してとかってなると僕もソニーとかが出てくるんですけど、そうですね、とか、写真だとキヤノンとかね、うんうん、
もう安心して常に85点以上撮るんだったらソニーキャノンなんだけど、毎日持ち出したいかってなるとやっぱりライカになってくるっていう、この感じが不思議なんですよね。いや、これは本当不思議ですね。なんか今のところ僕も唯一無二っていうか、すごい、すごいです。何の話になってるか。最後語彙力がなくなってしまう、はい。まあっていう話をさっきも散々させていただいたので、ちょっと僕の方はちょっとこんな感じの緩い感じでさせていただければと思いますけど。なので、まあちょっと Q3 が、まあちょっと今月か来週はなさそうな気もしてきましたけど、うん、M11 モノクロームじゃないかな来週はと踏んでいる、はい、うん、まあでもちょっと出る時にはタイミングさえあればちょっとご一緒させていただいて行きたいですね、はい、ライカをライカ Q2 でライカ Q3 買いに行くみたいなやばいやばいそれどうしよう持ってったらさすがに貧縮かなちょっと嫌がられるかなちょっとやっぱ Q2 ですかね Q2 で行くみたいな、そっちがまあ重なりはありますよね、はい、みたいなのも撮れたらいいなと思って、いや面白そうですよね、はい、ちょっと日本にいる間はいろいろ銀座店行きたいですね、またあの遊んでいただければ、いやこちらこそすいません、あのサインをいただきました、いやなんとありがとうございます、本当購入までしていただいてありがとうございます、ちょっと奥様に会えたら今度奥様のサインもいや妻も喜びます、はい、いただきたいです、はい、ということで、あの西田さんでした。ありがとうございます。お邪魔しました。いえいえ、とんでもないです。すいません、ちょっと軽めですいません。いや、とんでもないです。これね、そう、これ落ちてたから一瞬大丈夫なのかな。なんかあのこれ自身落ちないんですけど、あのなんですか。あ、こっちの本体のスリープモードみたいな。本体のスリープ機能忘れてました。なるほどなるほど。まあ大丈夫だと思います。だここのトラフィックライトってやつが赤が何でした。赤 RGB のこっち側がオーバー、アンダーなんです。アンダーなんだ。こっちがオーバーなんですけど、でアンダーはある程度強いらしいんですけど、50% ぐらいまではこれがまあ半分、赤が 40% ぐらいアンダーぐらいだね。半分ぐらいまでならまあなんとかいけるけど、白い方はハイライトはオーバーにしちゃうとほぼ回復できないっていうことみたいで。やっぱデジタルデータあるあるですね。でここがこのヒストグラムがちょっと一回まあいいか、これ止めておくと、これがF 値をこうやって変えて、うん、理論上はそうやってね、うん、ヒストグラム動きますと、そうでここで合わせとくと、うん、例えば今 F でここは変わるじゃないですか、はい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 、でも今さっき8だったんですけど ISO はこれ変えてもここは微動だにしないんですよ。 ISO 変えても変わらないっていうのは僕の今までのフィルム、はい、とかデジカメの知識がちょっと理解がしがたい部分がありますね。そうなんですよね。なんか ISO は、ミドルグレーの位置だかを、うん、その基準位置をメタデータとして変えてるだけで、うん、その撮ってるデータを映してないみたいなこと言ってました。なるほど、ね、僕もそこがまだ完全にこう、うん、こう口で綺麗に説明できないんですけど、あのだから言ってたその ISO 感度が上がったところでノイズがいっぱい乗ってくるっていうのもまたちょっと違うっていう理屈なんですかね。なんか結果も乗るんですけど、乗るは乗るんですけど、うん、そのなんかこうデータとしては変わってないらしくて。なるほどね。あの乗るのは暗いところのデータを無理やり右側に持ってった時にどうしてもノイズになるんですけど、うんうんうん、でも乗り方僕まで今ちょっとそこを検証してるんですけど、同じ3200だからっていつもノイズが乗るわけじゃなくて、やっぱり露出が合ってないで乗ると乗るんですけど、うん、ちゃんとダイナミックレンジ確保してれば乗りが変わってくるんです。だから3200を使ってでもちゃんとした環境光の中で取り込んでおけば、うん、まあそう持ち上げてもそこまでノイズが乗らないんですけど、そこら辺がまだ僕もまだつかめてなくて、ただ確かにここを移動してもヒストグラム的には動くんですけど、全くこの黒粒で白飛びの値は確かに全然変化しないですよね。だから結局絞り値は大幅にそこは効いてくるけど、光を取り込む量だからみたいな。そうですね、うん、だここだけは安定しとけっていうのを覚えたら、まあ比較的なんかこうミスは減りました。なるほど。後で全部他のパラメータは全部後で調整できるので、うん、だからやっぱ最後はその LED の力っていうか、やっぱ照明間接光っていうか人工光の力も借りなきゃいけないってことには、そうですね、もういくつはなりそうですか、ね、ひたすらライト使いみたいな、レフ板とかも使って、足りなかったら全部ここが F 値でコントロールできなかったらライトを回すしかないし、だから昼でもやっぱりちょっと日陰になってくるとライトマンがいて足したりとかっていうか、そう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 、多分そういうことでしょうね。
Yeah, such a clap. And I'll start to clap.